美味しいご飯といえば福田の家、8月11日水曜日のお昼ご飯です。今日のメインはカレーです。あと今日は自由献立ですよ。今日は自由献立でカレーになってます。バジルにつけてあるトマトも置いてありますね。赤みがいい色になってます。あと卵焼きがハートの形になってます。ラブリーです。ラブリーです。美味しそうです。はい、それじゃあ食べられてる人の方に行ってみましょう。重藤さん、美味しいですか？はい。何、今カレーを食べられてますか？はい。カレーもすごいすごい早く食べてくれてます。お父さん、他のサラダとか卵焼きも食べてくださいね。はい、もう熱中されてます。はい、福田の家では毎日お昼ご飯の方を配信しています。明日は秋のかば焼きの予定です。はい、それではお楽しみにしてください。はい、それではいただきます。